やっぱり苦しいのでこれ返品しようと思います。ドドチューブでございます。本日は獅子喰の新作紹介をしていきたいと思います。こちら1体目となります。キャミニットミニワンピを作りました。色はグレーと黒がございます。このロンティーはねブラックバイマウジーで今年買ったものなんですけど、ちょっとこういうロンティーでこうくしゃくしゃともどかしい感じで着てもいいんじゃないかなと思います。下なんか履いてるんですか？下はもうパンツです。で結構パンツでもいけますか？座ったりしたらどう見えますね。あ、じゃあ、ね、真っ黒のなんかそういうショートパンツ、うん、確かにを履いていればいいと思っております。ほぼ見えます。でも身長による163なので結構ミニミニです。あとここで調整できるので結構下までしても可愛いと思います。とにかくちょっとミニ丈が作りたかったの。なぜかわかんない、どうしてかわかんない、そういう気持ちになったはい、2体目です。ルック2です。このキャミーソールニットが発売になるんですね。冬なのになんでキャミソールなのみたいな、そういうのはちょっと伏せていただいて気持ちで作っておりますので、ファッションでこういう時期にもこういうの着ていきたいな、特にこう肌見せみたいなのがちょっと気分なので、これにこうざっくりしたこうニットだったりフーディーだったりとか、あとはコートジャケットみたいなのも着ていきたいなと思ってます。 Yesはい、3体目というか丈違いのご紹介で着てみました。これは去年も出したんですけれども、これがすごい人気だったのでまた出しました。短いのは新作なんですけど、これは去年と同じものとなっております。インナーにロンティーとか合わせて着ていただいてもいいと思っておりますはいはい、続きまして、さっきのワンピースを中に着て、シャツの新作というか、シャツは前回も出してるんですけど、ちょっと生地を変えたのと、仕様を変えたんですけれども、ビッグシャツ、前回も出てたんですけど、これの新型を、紹介したいと思います。終わりですか？終わりです。ああ、わかる。はい、紹介し終わりました。早い。生地はどうなったんですか？前回よりももっとシャリシャリ感を出しました、今回は。気分の問題なんでね。ヘイリー・ビーバーと同じ靴。そう、向こうが真似しました。インスパイアドバイドド。完全に。やられました。真似したなって。電話しときましたけど。続きまして、スカートの新作の紹介です。今季、ペンシルスカートみたいな、このタイトなスカートを、なんかブーツと合わせて履いたりしたくって、作りました。終わりですか？終わりです。10秒くらいしかなかったです。じゃあそれでどこ行きますか？え、それでどこ行きますか？仕事に行ってまいりたいと思います、カーディガンも作ったのでカーディガンも羽織りましたえ、それ前からです？違う、前からですのサイズ展開を増やしました。あと丈をちょっと長くしました。 SML で前回は S しか作ってなかったんだけど、うん、その S も丈ちょっと長めにしました。短すぎるなってことで。はい、続きましてニットワンピース、さっき着たカーディガンの長い丈も可愛いなと思って作りました。ボタン多いですね。ボタン多いすんごい多い。だからこれボタン全開できるのでロングカーディガンとしても着てもらっても大丈夫だし、あとこれをボタンを後ろにして前は何もないデザインの、これを前にすることもできます。で後ろをこうスリットで深めに開けてもらって、結構ギリギリまで開けてこうやってブーツとか見せると可愛いと思います。はい、続きましてさっきのカーディガンを締めたバージョンを紹介したくて着てみました。で、デニムはリーバイスの私の、コラボデニムを履いてます。っていうのもそれが一番ハイウエストだったからそれ履いてるんですけど、こうやってすごいハイウエストのデニムを履けばこういう風に履けるんですが、 M でこういう丈です。まあちょっと上げたら、ちょっと上げたら、ね、はいはい、OK です。で、S を着るともうちょっとここ短くなるので少しだけお肌が見えたりとかします。はい、続きまして両方新作です。これはブラ付きでもない T シャツっていう銘柄なんですけども。どういうことですか？はい、だからブラ付きでもない T シャツが、正しい名称となります。え、本当ですか？そうですパンツがペインターパンツって言ってこういうデザインを入れたんですけれども、ダボダボのパンツがちょっと気分でっていうのも体が全然戻らなくて
その産後もうだいぶ経ってるんですけれども全然戻らないのでそういうパンツを作りました。欲しいです。あ、産後じゃないけど。はい、産後じゃないけど。産後じゃないけど欲しいです。はい、もうクミエルさんリクエストしました。これ、え、いつの間に見たの。それ、え、それパリで撮影してませんでした。あ、したかも。違うかな。したしたした。でも黒じゃない、ブルー。ブルーです。さ、ブルーがいいって言ってきました。あ、ブルー、白、黒が出ます。はいはい、あ、はい、ちょっとなんかそこでぶらつきでもないっていうデザイン見せれます。はい、ぶらつきと思わせといて全然ついてないっていう T シャツです。さっき紹介してるんですけど、色違いだったりとかっていうのを最後に着たいと思いました。全部推し、私が伝えたかったのは、はい、パラシュートパンツ、こちらですね。ちょっと今売り切れてるかどうかちょっとわからないんですけど、はい、今までね M 履いてたの私、はい、ずっと。でもちょっと S をねトライしてみようと思って履いてみたんですけど、やっぱり苦しいのでこれ返品しようと思います。わかりました。っていうのが言いたい動画でした。はい、はい、バイバイ。